寛容とは、自分と異なる意見、宗教を持っていたり、異なる民族の人々に対して、一定の理解を示し、許容する態度のこと。日本語の、寛容は、明治になって翻訳された語で、英語トレランスの語源は、エンデュランス、フォーティーチュードで、もともとは、耐える、我慢するという意味を持つ言葉である。次第に、 相手を受け入れるの意味をも含むようになったが、無条件に相手を受け入れるというより、自分の基軸にあったものだけを許す、という意味合いが強い。現在使われている、寛容が最初に使用されたのは15世紀で、近世ヨーロッパ社会において生み出された概念である。というのも、16世紀の宗教改革の結果として、カトリック普遍主義が崩壊するとと,ともに、多くの同時大臣が、 宗教的な寛容を重要な課題、または、争点として認識するようになったからである。さらに言えば、まず宗派間の対立感情が、頂点に達する宗教戦争の時代には、寛容は信仰の弱さの表現として否定的に考えられたが、やがて宗教戦争から平和に移行する段階になると、寛容はいわば必要悪として、暫時的にではあるが肯定され、 信仰の問題というよりも国家理性を優先する立場からカトリックとプロテスタントの平和的共存が実現されるという状況になったからである。これは積極的に相手を尊重するのではなく異端信仰という罪悪または誤尾を排除することのできない場合にやむを得ずそれを容認する行為であり社会の安寧のためまた慈悲の精神から 多少とも見下した態度で、もういなり陰人を許容する行為をするためであった。宗教戦争を経験したヨーロッパにおける特殊事情が寛容を強要されたわけであり、仕方なしの許容である。1595年マルティン・ルターの95課条の論題により始まった宗教改革により、キリスト教によって信仰の普遍的共同体を誇ったヨーロッパは、 信仰の上では、カトリック、ルター派、カルバン派、英国教会の四つに分裂して、ある国で、真の宗教の名の下で迫害された宗派が、別の国では自らこそが、真の宗教として、他の宗派を弾圧する状況が、ヨーロッパ各地で見られるようになった。カルバンはカトリックによるプロテスタントの迫害を非難、したが、カルバンが、真剣政治を実現したジュネブでは、 人文主義者であるミシェル・セルベが異端の名のもとに処刑された。このような不寛容に対してデジデリウス・エラスムスは真の宗教をめぐって用いられる暴力を批判し平和的な解決を説いた。その立場を受け継いだセバスティアン・カステリオンは寛容こそがキリスト教徒の取るべき道だと示した。 フランスではユグノートもカトリック強硬派とも区別される第三の勢力にポリティーク派があり、政治社会の存続のために寛容を擁護して、王権による政治的統一を図るべきとした。大法官、ミシェル・ド・ロピタルは、両親は力で動かすことができず、もし強制すればそれは信仰ではなくなると考え、信仰と政治生活の分離を解き、 権力による信仰への介入と信仰を理由とする抵抗の両方を否定した。これらの影響として、フランスでは絶対王権の確立が進み、王権真珠説が登場し、身分制議会である三部会は後のフランス革命まで開催されなくなった。トマス・モアは著書ユートピアの中で架空の国における宗教的な寛容を描き出した。 彼が想定したユートピアという国では多くの宗教が並存しているけれどもそこの住人は世界の創造者たる唯一神ミスラを信仰しているという点で一致している彼らはこのような宗教的多様性の中で他の宗教を侵害しないという掟を守っているそしてこの地の王ユートプスも宗教の自由と諸宗派の平和的共存を命じている これは、ユートプス王自身が、かつてのこの地の宗教的な混乱に乗じて、征服に成功したからであった。このようなトマス・モアの宗教的寛容は、平和的な節油による回収を進め、異端に対する、武力的な抑圧を非難したものである。他方で、トマス・モアは、無神論及び、唯物論については、彼らを、公職から遠ざけるべきこと、また宗教的な儀式は、 自宅で行うべきことを説いている。ジョン・ロックの寛容論の主眼は、生族を分離させること、とりわけ異性者が信仰の問題に干渉しないように、させることであった。彼の後年の作品、寛容についての書簡エーレター・コンサーニング、ターラレーションでは、主に三つの原理が掲げられている。第一に、キリスト教会及び信徒は、人類愛の見地から、 他人を迫害する権利を持たない。いかなる詩人も、教会や宗教の違いを理由として、他人の社会的権利の共有を損なう権利を持っては、おりません。いや、我々は単なる正義という狭い限度に満足する、ことなく、慈愛、迫愛、寛大がそれに加えられねばなりません。ジョン・ロック、寛容についての書簡第2位に、人の認識範囲は狭く。 また誤りやすいので、自分の宗教的な意見が正しく、他人のそれが誤っているということについて、確実な知識を持てない。確かに、国王は、他の人々よりも、権力という点では、生まれながらに上位にあります。しかし、自然においては平等です。支配の権利も、支配の技術も、それ以外の事柄の確実な知識を伴うものとは、限りませんし、ましてや、 真の宗教の知識を伴うものではさらさらないのです。ジョン・ロック、寛容についての書簡第3に、暴力という強制によって、人々を救済することはできない。さらにまた、これら二つの意見をことにする教会のいずれかが正しい、ことが明らかであったとしても、だからといって、その正しい方が、他方の教会を破壊する権利が生じることはないでしょう。なぜなら、 教会は、世俗の事柄に関しては、いかなる支配権をも持つものではなく、人々の心に誤りを納得させ、真理を教えるのに、火や剣は、決して適切な道具ではないからです。ジョン・ロック、寛容についての書簡このようなロックの寛容論の、通想低音は、過流的な人間という人間像である。ロックから、ほぼ半世紀後のフランスの思想家であるボルテールも、 自身の寛容論を人間の誤りやすさによって基礎づけている。寛容とは何であるかそれは人類の持ち分である。我々は全て弱さと過ちから作り上げられているのだ。我々の愚行を互いに許し合おう。これが自然の第一の掟である。我々が互いに許しあるべきことの方が一層明らかである。なぜならば、我々は皆脆弱で無定見であり。 不安定と語尾に陥りやすいからである。ボルテール、哲学実典、寛容の項目このような、ボルテールの寛容論は、新京都が冤罪で処刑されるというカラス事件の、最新請求運動を経て、恥知らずを粉砕せよというモットーの下で、ある種の不寛容さを含む、正義論へと発展していった。そこに現れているのは、 不確実はほとんど人間の宿命であるにもかかわらず、いずれかに立場を決めねばならず、それもばたりであってはならないという綱渡り的な実践的思考である。ヘルベルト・マルクーゼもまた、1965年に出版された純粋関与批判に収められた論文、抑圧的関与において、権力者への霊属や多数決で規定される。 民主主義的権力の横暴の容認を消極的寛容と批判し、社会的弱者を強いたげる権威や権力を容認しない抑圧的寛容を主張した。しかし、論文の最終部分で、保守主義者の批判に対して、次のように反論した。しかしながら、規制の反民主主義の代替は、たとえそれがいかに知的であっても、独裁やエリートではなく、 真の民主主義に向けての戦いである。この点で、彼の多数決批判論は、プロレタリアート独裁やエリート主義ではなく、法の支配に近い。ありがとうございます。